今日はですね、ちょっと科学の方では、少しこう、問題になるようなものなんですけれども、この前ちょっとネットで新聞も出てたんですが、円錐で走るスーパーカーつってですね、これ写真もあるんですけども、給水だけすればですね、どのくらい走るかとか、それから、だって距離が600キロですから、東京と大阪よりかちょっと長いぐらいですかね。まあ、時速は380キロってことで、こう、蓋っていうか、ドアが上の方に上がるようなスーパーカーが乗っておりました。で、まあ、間違いだろうと思ったけど、一応記事を読んでみました。そしたら、どういう内容かっていうとですね、バッテリーってのありますね。バッテリーっていうのはですね、電解質って言いまして、塩水ですね。まあ、塩水でもですね、特殊な組成にした塩水で、例えば、鉛のバッテリーってよく自動車に積んでますね。今でもそうですけども。中には鉛の水溶液っていうか、それが入ってるわけですね。まあ、硫酸なんかも使いますけども。それで、よく皆さんもご存知の通り、充電っていうのをしますよね。まあ、二次電池の場合、必ず充電っていうのをします。それで、充電することによって、バッテリーは外から見たらやっぱり塩水が詰まってるわけですけども、その電気的に偏りを起こすわけですね。それで今度放電するとバチッつって放電しますが、モーターを動かしたりなんかできると。まあ、よく皆さんご存知の通り、発電機を、まあ、例えば燃料を焚いて発電機を動かし、そして発電機からできた電気をバッテリーにつないで充電し、バッテリーは何にも回ったりですね、湯気を出したりしないんですが、その中にある電解質、塩水ですね、塩水の濃度が変わっていくわけですね。それで電気的な偏りができて、それで今度発電機を、燃料を焚くのをやめて発電機を止め、それで、バッテリーから、今充電したやつを外して、今度逆にランプとか、モーターとか自動車とか、いうのをつなげばですね、ランプは光るし、暖房もできれば自動車も走ると。まあ、電気自動車っていうのはもともとそういう意味ではバッテリーで動くわけで、バッテリーもいろんな種類があるんですけども、普通のバッテリーは塩水を使うわけですね。だからこの塩水で走るスーパーカーっていうのはですね、正しく言えばバッテリー液を入れ替えながら走る自動車なんですよ。なかなかいいアイディアですよね。まあ、経済的にいいかとか、そういうのを別にすればですね、ガソリンスタンドで、今まではガソリンを積むんですけれども、そうじゃなくて、もうすでに充電された電解質、塩水を積んで入れ替えて、今までもう疲れた、もう放電が終わった、いつもバッテリーが切れちゃったよっていう、を吸い上げて、それから、新しい、もう充電した、して終わった液体を、塩水を詰めれば、もちろん充電をし直したと同じ状態になりますから、当然また走りますよね。つまり、バッテリー液を入れ替えつつ走るバッテリー電気自動車ですからね。まあ別に、まあアイディアとして悪くはないんですけども、科学的に新しいわけじゃないんですよ。ところが、この記事を書いた記者がですね、これはメーカーが嘘をついたか、記者がバカだったのか、それとも故意に、バッテリー液を入れ替えながら走るスーパーカーと書くよりも、塩水で走るスーパーカーと、まあ、嘘とも言えないので、バカを騙す方法ですね、これ。これね、もうこの頃こういう科学記事がすごく多いんですよ。科学の教育は、やってないんですかね。まあ一番ひどいのが、北極海の氷が溶けたら海水面が上がるとかね。それから温暖化するとツバルが沈むとか。それから、樹木は、まあ、林でもいいし森でもいいんですけども、森は二酸化炭素を吸収するとか。まあこういう類、血圧は低い方がいいとかですね。リサイクルすると資源の節約になるとか、こういう類は全部科学で言えばこれと同じなんですよね。つまり、ちょっとそれに騙された人に、の読者に、読者の方に恐縮なんですけども、まあ学校の時にただ勉強しなかったっていうか、もしくは先生の教え方悪かったかどうかなんですね。例えば、
北極海の氷が溶けたら海水面が上がるというのはアルキメデスの原理に反しますから、アルキメデスの原理をしっかり分かってればもちろんその間違いはすぐ分かる、騙しはすぐ分かる。この場合でもバッテリーの原理を分かってりゃこれ何言ってんの、バカな記事だなとこう思うと、まあこういうふうにですね、もちろん森林もそうですね、森林が二酸化炭素を吸収するっていうのは光合成ですからね、まあ光合成のメカニズムっていうか光合成というものを知って、植物っていうのはなぜ成長しなぜ枯れていくかということを知ってれば森林が二酸化炭素を吸収しないのはもうそれは当たり前ですよね。血液というのが人間の体に必要で、末端細胞まで酸素とか白血球とか栄養、それからがん、エシン子、TNF ですね、そういうのを送るために 血液があり、血液を送らなきゃないから血圧を維持しなきゃいけないというのを知ってれば130以下というのはバカらしいことがわかる、まあ、つまり今我々は中学校、まあ、高等学校で理科というのを学ぶわけですね、まあ、理科ばかりじゃなくて社会なんかも少し関係するんですが、それがまさに小学校以下の科学の力しかないというふうに仮定して、というか思って読者を騙そうと思う科学記事、まあ、これに反乱してるわけですよ。で、私はね、昔よくこういう記事がもしかしたら文化系の記者が分かんないのかもしれないから、やっぱりその新聞社とかテレビ局にいるですね、科学の分かる人がやっぱりちょっとチェックしないといかんじゃないかっていうことを放送で言ったことあるんですね。この前 NHK で、まあ、睡眠時間のことを言ってました。つまり4時間睡眠では足りないということを言ってるんですけども、これはあの睡眠の研究ってもう長く行われてて、そこに睡眠機構とかいうですね、まあ見かけはちゃんとした研究所っていうか、僕全部そこチェックしてみたんですよ。あの担当してる人とか、まあ、睡眠学会というのは日本にありましてね、まあ、そこしっかりしてるんですけども、それでその睡眠機構というのを NHK が出してきて、で大学の先生を出してきて言ってることはですね、科学と全く違うんですよ。つまり人によっては4時間ぐらいの睡眠の人もいれば、まあ、9時間ぐらいの睡眠の人もいて、それぞれに平均寿命だとか病気のなり方とか抵抗力とか免疫とか変わっていくわけですね。ところがその番組はどういう番組だったかっていうと、なんかよくわかんない若者を3人選んでくるわけですよ。その3人っていうのは番組まで何時間で寝てたとか全く言わないんですよ。その人は何時間睡眠でしたなんて全く言わないで、突然として多分ね4時間睡眠させるんですよ。で1週間ぐらいさせて、それで調子はどうですかって眠たいって言うんですよ。それでそれが科学的な実験というような説明をするんですよ。映像操作ですね。それでやっぱり僕がそこにいたらですね、先生としていたら、いや これはまあね、実験にも何もなりませんとね。実験ってのはやっぱり、生活習慣ではその人の特徴だとかいうことで統計的にやるならば、統計的な数はこのくらいいりますとか、一般的なことを言うにはこのくらいのことがないと一般的ではありませんっていうちゃんと解説します。ところがそこに登場したテレビに出た先生はなんだか科学者じゃないのか、科学者だけどなんか遠慮されたのかよく分かりませんが、アナウンサーが ものすごく自信たっぷりに言うのをそのままはいはいと言ってるわけですね。アナウンサーの言ってることは本当にもう非科学的そのものでしたね。だからああいうことで昔 NHK がコレステロール、必要なコレステロールを悪玉コレステロールと言ったのと同じですね。つまり視聴率を上げるためにいくら国民を騙していいっていうのは、まあ、いわば NHK の放送思想なんですけども、まあ、こういった記事が蔓延することは非常に残念だと、私なんか科学者だから非常に残念だと思いますね。まあ、社会がこうだとも言えるし、それからまあ専門家というものがですね、お金とか名誉に目がくらんでですね、まあ、こういうことになっちゃったとも言えると思います。